ビートたけしは逸見さんに命を救われた。大親友の逸見さんが1993年のクリスマスに癌で亡くなった時、たけしはすごい喪失感に包まれていて、こんなことを口走っていたそうだ。もう未練はない。死ぬことも怖くない。死ぬ時は伝説化される事故死がいい。たけしは逸見さんの葬儀で弔辞も読めないくらい号泣していて、相当精神的にも追い込まれていたのではないのかと言われている。世間でも二人は名コンビだと言われていて、二人の絡みを楽しみにしている人も多かった。平成教育委員会で一気に仲良くなったそうで、お互いが親友だと認めていて、逸見さんの死は本当につらかったそうだ。その後本当にバイク事故を起こし、生死の境をさまようことになった。夢に逸見さんが出てきたという。たけしは退院後インタビューでこう語った。あれはまだ俺は死んじゃいけないって逸見さんが言いに来てくれたんじゃないかな。